マイ・デイリー韓国代表が、中国遠征で敗北を喫し、2018ロシア杯本大会進出に赤信号が灯った。ウーリー・シティ・リケ監督が率いる韓国は、23日、中国庁砂の蛾竜スタジアムで行われた中国との2018国際サッカー連盟 FIFA フフ、ロシア、ワールドカップ最終予選6次戦の遠征試合で0、0の1で敗れた。 孫共民が警告累積で欠場した韓国は決定力の乱調を見せ無得点の末中国に捕まったこれで韓国は3勝1分け2敗勝ち点10に滞在しまだ競技を行わなかったイラン勝ち点11に勝ち点1点リードされた2位を維持したしかしウズベキスタン勝ち点9とシリア戦の結果に従って 3位に下がる可能性が高まった。ワールドカップ本戦は、組1、2位が直行する。3位は、プレイオフを経て、北中米地域4位と大陸間プレイオフを行わなければならない。この記事を読んだ韓国人の反応。返す言葉もない、そのまま実力で負けたのだ。生きている間に、中国にサッカーで負けるのを見るとは、 WBC より、さらに、大きな災いが来るかもしれない。こいつらは、飛行機に乗らないで、泳いで帰ってくるようにしろ。今日の中国は、小林サッカーもなかった。マナー、精神力、同士の部分でも、中国に負けた。中国にサッカーで負けるのを初めて見た。中国に負けて帰ってくるとは、想像もできなかったが。 韓国代表は、ゴミサッカーをして、戦術も良くなかった。この実力なら、ワールドカップに行こうと考えるな。本当に、韓国の競技力が最悪だ。中国にスコアも押されたが、競技力も押された。シュティルリケを更迭しろ。外国人監督を新しく迎え入れるには、時間が足りないから、別の韓国人監督を就任させるべきだ。 2018年ワールドカップに韓国はないよ。こんな実力でワールドカップ本大会に出場するのが恥ずかしい。そのまま他の国家に譲歩しろ。中国から帰ってくるな。本当にとんでもないね。プロ選手が胸に対局機をつけてプレーするのにこんなに闘志がない。監督のせいではない。これが実力だ。 韓国最悪の代表チーム。野球、サッカーの中継が全滅。ワールドカップに行くな、もう関心がない。